皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。どうも皆さんこんにちは。おや、本日はボーイの曲でもあるし、布袋さんの曲でもあるバッドフィーディングという曲を皆様と一緒に練習してみようかなと思います。イントロのかっこいいファンキーなカッティングがとても印象的で、なんかこうかっこいい曲でございますよね。ただまあなんかこうテンポ早いし、なんか手順多いし、音数多いし、ミュートしなきゃいけないところも多いし、まあ何気にちょっと難しいフレーズでもあることも確かでございますけどね。この動画の中でかなり細かく説明させていただきますので、初心者の方も中級者の方もぜひ一緒に練習をして、かっこよくバッドフィーリングを弾けるようになればなと思って動画を作ってみようと思った次第でございます。リクエストにもお答えして、バッドフィーリングの弾き方講座始まり、おやばばばばって、まあ画面とズバババババンって、今回もこんな感じで画面をピクチャーインピクチャーしながらお届けしていこうかなと思いますので、よかったら一緒に練習をしてみてくださいませ。よろしくお願いしますということです。とりあえずこの動画、どうしようかな。とりあえず弾いてみます。こんなフレーズを今日は練習します。いきます。フレーズです。全部で4小節あるんですけれども、すげえ細かくいきます。その4小節を4つのブロックに分けて4本の動画に分けます。もうそのぐらい細かくいきます。で、それぞれのフレーズをその最初はざっくり説明して、で、うまくできたらもう次の動画に進んでもらって、で、うまくできなかったらその方のためにもっとどんどん深く掘り下げていくっていうスタイルでいきますので、初心者の方も頑張って諦めずについてきていただけますと幸いです。で、最後にね、4本の動画が終わったら、その元のテンポの132で弾いている動画、もうちょっとテンポ落として120で弾いている動画、もうひたすらこうバーッと続けていくので、もうこの動画シリーズでぜひ、バッドフィーリングをマスターしていただけますと幸いです。で、うまくできるようになったらぜひ、コメントとかで、できるようになりましたとか、ツイッターとかでできるようになったぜって、コメントいただけますと幸いでございます。ツイッターもやってるんで、よかったら、チェキラーよろしくどうぞ。はい、そんな感じ。では1本目の動画ではまず1小節目のフレーズを練習します。どの部分かと言いますと、ここだけこの1本目の動画で練習していきます。まず鳴らさなければいけない音を一緒に確認していきましょう。ダウンピッキングだけでいいので、ブンブンとそれぞれの音を弾きながら、鳴らさなければいけない音を確認してください。まずは親指でこの6弦の5フレットですね。この親指で6弦の5フレットを、ブブブブンと弾いていきます。ちょっとこっちのカメラがめちゃめちゃ明るいから、少し明るさを下げましょうか。あ、すげえ白飛びしている。トイ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 。こんなもんかな。OK! ブン!親指で6弦の5フレット。で、小指で3弦の7フレットを弾きます。5フレット、3弦の7フレット。で、人差し指で3弦の5フレット。ドカンカンって感じですね。ドカンカン、ドカンカン。で、この後にブラッシングを2つ入れます。ドカンカン、ツッツ。ドカンカン、ツッツ。このブラッシングはどうやって出すのかというと、それぞれ人差し指、中指、薬指、小指の指を軽く弦に触れた状態でピッキングすると。この時に指がちょっとでも強くグッとなっちゃって応援しちゃうと、弦を押さえてしまうとこんな音になるし、指がこうアーチ状になってしまって、この真ん中ら辺に隙間ができてしまうと、開放弦がなってしまうと。指をまっすぐにして、で、なおかつ、軽く弦に触れてあげる。この状態を作ってあげて、ツッツ、二つ、ブラッシングを入れてあげてください。ドン、カンカン、ツッツ。ドン、カンカン、ツッツ。もし指使いがやりづらければ他の指使いでもいいんですけれども、基本的にこの指使いをおすすめします。やりづらくてもちょっとこれで練習していただくと後々良いかなと。なんでよっぽどのことがない限りは、まあ、この手順でこの分子でやっていただけると嬉しいです。ドンカンカンツッツとまでいったら、あと2つ、親指でまた6弦の5フレットをブンと鳴らします。ドカカツッツブン。で、最後に人差し指で3弦と4弦の5フレットを同時に押さえて、この和音を鳴らします。
これで鳴らさなければいけない音の確認は終わり。ドカカツツドキャン、ドカカツツドキャン。どうでしょう、できましたでしょうか。ドカカツツドキャン。で、これがうまくできたら次はストロークの確認です。ストロークの確認、いきましょう。今ダウンだけで弾いてますけれども、アップで弾かなければいけない箇所も何箇所かあります。これは必ず守ってください、必ず守ってください。最初ダウンでドを弾きます。ドーン、まあラの音ですけど、ラですけど、ラーン。で、その次小指のレ、レーの音はアップピッチで弾きます。これ必ずアップです。ラーレーで、レをアップで弾いたら人差し指でこの3弦の5フレット、このドの音を先に押さえておいて、プリングでドの音を弾きます。この小指をプリングして、こっち側に行くと。ドン。ダウン、アップ、プリング。すでに人差し指で3弦の5フレットを押さえておいて、小指で弾くようにしてプリングをして、音を出すと。ドン、カーラー。こんな感じです。で、今、ドンタラーンと言ったんで、ドンパーリーと言ったら、その次はブラッシングでしたね。ブラッシング。ブラッシングを2つ入れます。で、ブラッシングを2つ入れるときに大事なのは、アップから入れるということ。アップから2つ。アップダウン。これ逆になったらいかんです。ダウンアップってなったらダメです。アップダウン、必ず。ドンパーリーツツ。ドンパーリーツツ。こんな状態。ドンパーリーツツ。ドンパーリーツツ。で、その後に2つ音がありますけれども、その2つの音はダウンだけで OK です。ドンパーリーツツ、ドンパーン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 。こんな感じ。これの、この説明だけでなんかね、なんとなくできてきたならば、もう次の動画に進んでいってしまって構いません。これでできたならば、次の動画に進んでしまって大丈夫です。ただし、なんかこう、あれ、なんかうまくいかねえぞと、なんかストロークがうまく、なんかダウンタップが逆になっちゃうし、なんかノイズすげえ出てくるし、全然、あれ、なんか、俺間違えてんのかな、あれ合ってんのか、これ本当かな、大丈夫かな、え、マジでマジでってなった方は、ちょっと細かく掘り下げていきましょう。こんな感じでうまくできなかったら、とりあえず次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バッハハーイ。うまくできなかった方、一緒に練習していきましょう。まず、このミュートっていう動作がですね、とてつもなく大事になってきます。ミュート。消音、消す音と書いてミュート。使わない弦に使わない指を軽く触れておいて、何も音が出ない状態。このツッて音が出る状態にしておくことをミュートなんて言ったりとかするんですけども、このミュートがどんだけうまくできるかによって、この曲がかっこよく響くか、かっこ悪く響くかが決まるんですよ。まず最初、親指でラの音いきましょうか。6弦の5フレット、ラの音。で、この時に、親指で6弦の5フレットを押さえるのはまあできると思うんですけれども、その他の弦、人差し指、中指、薬指、小指の4本を使って、軽く触れた状態にしておいて、全部の弦をバーンと弾くわけです。6弦はない。ここからは、こんな感じ。これがちょっとでも力入っちゃうと、とか、こんな感じで余計な音が出ちゃいますし、さっきみたいにこの指がアーチ状にこう浮いてしまっていると、こんな感じで人差し指が浮いてしまったりとかしていると、開放弦の音が、立ってしまうと。親指はしっかりと応援して、ブンという音が鳴るんだけれども、他の弦に関しては、何も鳴らないと。まずこの状態を目指しましょう。めちゃくちゃ難しいんですけど。めちゃくちゃ難しいんですけど、この状態を目指しましょう。で、その次、小指で、この3弦の7フレットを弾くわけなんですけれども、この時もその使わない指、この使わない指が、使わない弦に軽く触れた状態にしておいて、ミュートをすると。なんで全部の弦を弾いても、この小指の音しか出ない状態ですね。を作ってあげるわけです。アップピッキングで小指。音を弾く。
で、その次、人差し指で、このドノと3弦の5フレットをスタンバイしておかないと、プリングができないので、人差し指もここにそのスタンバイをしておきましょう。ドンといて。で、小指を。他の弦を鳴らさないように、プリングをしてあげると。で、この時に人差し指のお腹のところで1、2弦を埋めとしているので、小指が、まあ、大げさに言うと、その3弦をプリングした時に1弦、2弦をバーッと引っかいてしまっても、音が鳴らないと。で、パタンと指が閉じて、ブラッシングアップされる。で、その次の親指はまた同じような感じですね。こんな感じです。こんな感じでミュートうまい具合に、なんて言うんでしょう、習得といいますか、その、当てはめていったりとか、気をつけていったりとかすると、意識をしたりすると、もっとスッキリしたフレーズになると思うんですけれども、まあ、最初はめちゃくちゃ難しいかと、思います。なんとなくまあね、なぞれれば良いと思うんですが、ちょっとそんなことも気にしながら、練習をしてみていただけますと幸いです。とりあえず1本目の動画はこんなところでしょうか。ちょっくら難しいかもしれないんですけども、頑張って練習をしてみてください。で、ミュートのことについてすごい細かく言っちゃいましたけど、優先順位として、その練習をしていく上で優先順位として、皆さんがその練習をする上で、第一にしなきゃいけないこととして、まず第一はね、その手順を守るということです。手順。運指のこと、ピッキングのこと、プリングの位置、そういった手順を必ず守るということ。もう間違えてでもいいんで、間違えてっていうか、その変な音が鳴っても全然構わないんで、まず手順を守る。ダウンで弾くとこはダウンで弾く、アップで弾くとこはアップで弾く、プリングするとこは必ずプリングする。この手順がずれていると、その繰り返しても意味がなくなってしまうんで、手順は必ず守る。これはまず第一です。で、第二に関しては、遅くてもいいので、一定のリズムで弾く。ということ。一定のリズム。極端に悪くやると、速くなったり遅くなったりが一番良くないんですよ。極端に悪くやると、こんな感じ。こんな感じでリズムがガタガタになってしまうと一番よろしくない。すごいゆっくりでもいいんで、リズムに乗って弾いてほしいんです。ドカリツツドカン。速くなったり遅くなったりしないで、遅くてもいいんで、ゆっくりでいいんで、一定のリズムで弾く。この2つがまず優先項目です。で、3つ目として、3つ目の項目として、綺麗に音を鳴らす。さっきやってたそのミュートとかね、そういったことを意識して、鳴る音は鳴る、鳴らない音は鳴らないっていうことを意識する。綺麗に音を鳴らす。こんな感じの優先順位っていただけると嬉しいです。なので最初は手順を守ることがまず最優先なので、変な音が鳴っても構いません。リズムがちょっとブレてしまっても構いません。もう正しい手順で正しい運指で弾くことをまず目標としてください。で、それができるようになったら、その次はリズムを守るということですね。リズムを一定にして、弾けるように練習してください。で、それらができてきたら、いよいよミュートを気をつけて、ブラッシュアップ、仕上げの作業に入るわけですね。そんな感じで優先順位をつけて練習していただくと嬉しいです。いきなり最初から綺麗な音でかっこいい音で弾こうとすると、もういろんなことを気にしなければいけなくて、わーパニックってなってしまうので、そんな順番を守ってやっていただけると嬉しいです。そんな感じです。で、ごめんなさい。一個、話し忘れてました。ストロークをダウンアッププリングといって、その次、アップから、2つ、ブラッシングを入れるわけなんですけれども、これ、うまくできない方、すごく多いと思うんですけども、どうでしょう。ダウン、アップ、プリング、アップ、ダウンでブラッシングを入れる。アップ、ダウン、プリングで、アップ、ダウンでブラッシングを入れるんだけど、なんかうまくいかないぞという方、結構多いかと思います。どうでしょうか。これね、ちょっとコツがありまして、うまくいかない方はこうなってます。僕の右手を見せてください。うまくいかない方はこうなってます。確実に。ダウン、アップ、で、プリングをしたときに、右手がこのままになってしまってる、ですけども、どうでしょう。ダウン、アップ、プリング、で、プリングしたときに、右手がここの位置にあると思うんですけども、どうでしょう。ここにあったら、次、
アップでブラッシングしたいのに、こっからアップって無理っすよね。急いでこう、うっと言っていかなければいけない。ね、こっから普通にストロークしようと思ったら絶対ダウンてしまうんで、これはよろしくないと。なので、コツとしては、ずーぱーり、このプリングし終わったら、右手が下にあると。いつでもアップピッキングができるように、アップストロークができるように、右手の位置がここにある。こんな意識を持っていただけると良いかと思います。まあその名前で言うとそのカラピッキングなんて言ったりとかするんですけれども、これがねプリングに惑わされて右手が固まったりとかせずにプリングの時にあっはいへいはいへいでもちろん弾いちゃダメですよこんな感じでピッキングしちゃダメですからね。ダウンアッププリングでカラピッキングを入れる、こんな感じで、意識をしていただきますと、良いかと思います。そんな感じでございます。ではではちょっくらいろいろ細かい話が出てきましたけれども、頑張って繰り返し練習をして習得をしていただきますと幸いでございます。それでは違う動画でお会いいたしましょう。さよならパワーファイ。